エクソです。この番組は Web3 の専門メディアの編集長キャリアのある2人がブロックチェーン暗号資産 NFT DAO DeFi などのニュースやトレンドを深掘りする番組です。この番組は DYDX ファウンデーションの提供でお届けいたします。現当社新しい経済のしだれゆうすけです。DYDX ファウンデーションの大木久志です。エクソダスエピソード19始まりました。今週もよろしくお願いします。よろしくお願いします。我々がメディアパートナーさせていただいている WebX がだいぶ開催近づいてまいりまして、実はこれ今収録7月の10日月曜日やってるんですけれども、ちょうどこの僕らが収録してる裏でなんか WebX とください JP の AMA みたいなのが行われてまして、ね、ちょっと休憩の間さっき聞いてたんですけど、なんかすごいスポンサー集まってますねみたいな話をしてたんで、でなんかしだらさんも聞いてるみたいにいじられたんで、一応僕の方でおいコインポストスポンサー集めすぎだぞってリプして怒ったら意外といいねがついてますでもまあ我々ねメディアスポンサーパートナーですから、あの WebX を応援 してますからね。してますので、これはもう、はい、プロレスですから僕のそうですよね。いやでもね、いよいよ迫ってきましたね。この放送で言うと2週間後になるのかな、うんうんうん、WebX がで多分それのサイドパーティーとかもね発表されてますし、またこの WebX に紐づくなんかそのバーベキューパーティーだったり、はいね、そういったのも告知されていて、うん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 、またイベントが来るなと大きなというところです ね。開催が25、26日で、詳細なリンクとかは概要欄に貼ってますので皆さんチェックいただきたいですけど、うん、その前後に、まあ、スピーカーのパーティーとかいろいろそういうのもありますしね。そうなんですよね。またこの週は忙しくなりそうですね。忙しくなりそうな24日の週どうでしょうか皆さん、大丈夫かな、ヘトヘトじゃないかなっていうぐらいの。そうですよね。仕事はできてますかって。いやそうなんですよね。そうですよね。はい。まあ、嬉しい悲鳴。嬉しい悲鳴ですよね。嬉しい悲鳴ですね。でまあこれから多分海外でもカンファレンスとか続きますしね。そうですね。まず7月の中旬から下旬はあれですよね。パリの。そう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 。イーサ CC ですね。そう。それが結構だから実は WebX さん被っちゃってるんですよね。そうですね。ね、タイミング的には、まあ、ギリギリ被ってないのかな。けど、うん、その要するにそのトラベルを含めちゃうと、そうパリに行ってよっしゃ次東京だってなる人は結構大変ですよね。はい、結構大変ですね、うん。ちょっと休憩したくはなるような気もするんで。で、大木さんもまた海外カンファレンスとかこの先も行く予定あるんですか。あ、そうですね。9月に韓国の、ブロックチェーンウィーク行きますね。そうか、9月は韓国か、ブロックチェーンウィークが、はい、で10月はトルコ・イスタンブールですね。え、それもブロックチェーン系のやつがあるんですか。そうです。トルコはコスモバースっていうコスモスの、あ、はい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 、毎年開催される一大イベントですね。ふんふんふん。そこではおそらくファウンデーションもスポンサーすると思いますね。なるほど。トルコにもカントリーリードといますし。そうか、そこはもう多分ファウンデーションのメンバー全員行きますし、おトレーディング者もおそらく数名来ると思いますね。ふん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 。じゃあ結構大木さん、このまあ WebX で7月はいっぱいイベントがあり、はい、まあ、その周辺でもいろいろ多分、はい、僕らもそうですけど、なんかそれに合わせていろんなミーティングとか会食とかも入ってるじゃないですか。入ってますね。でも8月以降も忙しいですね。そうですね。8月は何もない。あ、そうか、空いてるのか。うん、9月からか、また後半戦。9月、10月ですね。で、おそらく今年は COVID 明けで最初の年ですね、うん。はいはい、そうですね。なんで、忘年会すげえあるんじゃないかなとか思ったりして。確かに。だから10月、僕の中ではトルコでしょ。で、11月の末ぐらいから忘年会始まるじゃないですか、おそらく。始まりますね。いや、思い出してきた。そう、大木さんに言われるまで忘年会忘れてたんですけど、確かに COVID 前までは、はい、クリプト業界まあ、こんな感じだから忘年会めっちゃありましたよね。あったと思います。だから去年って確かちょっとあった気がするけど、うん、そんなに大規模なのだし、やっぱみんなマスクつけてたじゃないですか。そう。うわ、そうか。だってうちもコインポストさんと昔やりましたもん。なんか大忘年会みたいなやつ。あ、そうなんですね。そう。あ、ちょっと当時テレグラフさんは誘ってなかったかもしれないですけど。おお。大木さんの、まあ、そんなことが。なんかね、ギャビンウッドまで呼んで。最後マジですか、すごいっすね。そう大忘年会やったんですよ。もう 4,5 年前かな。まあ、偶然キャビンは来ただけなんですけどね。なんか帯くんが連れてきただけだったんですけど、でも来てくれてキャビンなんか挨拶して最後に。すごいな。そういやだからまあちょっとイベントでネットワークするのもよしですけれど。そうなんですよね。
合わせてただね、皆さんプロジェクトなり仕事も進めましょうということ。そうですね、はい。まあそんな忙しい合間ですが、このポッドキャストでぜひですね、キャッチアップに役立てていただければと思います。ぜひ。ということで、この1週間のマーケット情報から振り返っていきます。この1週間のビットコインの動きです。ビットコインは先週の週始め、7月3日の月曜日の始値が442,920円でした。そして7月9日日曜日の終わり値が430,1411円、週頭から約 2.7% の下落ということになりました、うん。続いてイーサリアムです。イーサリアムは先週の週始め、7月3日月曜日の始値が279,649円、7月9日日曜日の終わり値が265,612円ということで、週頭から 5% の下落となりました。まあ、ここ数週間比較的上がってる週だったんですけど、この1週間で見るとちょっと落ち込んだかなという1週間だったかなと思います、うん。後ほどちょっとマーケット全体的な総括をさせていただくんですけれども、その前に毎週定点でお伝えしているデータの方も合わせて紹介していきます。まずコイン月光の暗号資産全体の時価総額です。7月10日の数字で173兆5442億円ということで、1週間前が181兆ありましたので、そこからだいたい 5% ぐらい時価総額も全体も落ち込んでるなというところはあります、はい。また暗号資産のドミナンスです。ドミナンスは引き続きビットコインが上がってますね。7月3日はビットコインが 49.49%、 そして7月9日の数字で 49.9% ということで、もうほぼ5割ですね。これもコインマーケットキャップのドミナンスのデータで見てるんですけれども、他の数値だともう5割超えてるものもあると思うんですけど、依然ビットコインのドミナンスは非常に高い数値にあります。でイーサリアムは 19.29 から 19.01、 テザーが 6.95 から 7.09、 BNB が 3.19 から 3.09、 USDC が 2.28 から 2.34 ということで、まあ引き続きビットコインのドミナンスが動いてるかなという状況でございます、うん。続いてビットコインの恐怖強欲指数です、はい。この1週間ですが、まあ相場も下がってたというところもありまして、楽観の1週間ではあったんですけど、数値としては少し下がっているかなというところです。7月3日月曜日が62、火曜日64、水曜日が61、木曜日が56、金曜日が55、土曜日が58、日曜日が55で、月曜日が現在56ということで、後ほどちょっと解説するんですけれども、週の後半ビットコインの相場下がりました。それによってこの指数も少し弱くなってきてるかなというところはあります。で続きまして、グラスノードのオンチェーンデータです。ビットコインのインフローですね。こちらはですね、この1週間見ても比較的低い数値かなと思います。3日の数値が 34,727BTC、 そして週終わりの9日の数値が 25,949BTC ということで、こう取引所に送られているビットコインの数の週頭と週終わりをお伝えしたんですけれども、比較的この 1,2 ヶ月から見てもそんなに高くない数値かなというところはあります、うん。続いてグラスノードのビットコインの取引所保有残高ですね。こちらもですね、ずっと下落が続いております。3日の数字が 226,3517BTC、 そして9日の数字が 225,4608BTC ということで、ここ連日ですね、毎週ですね、取引所が持ってるビットコインの数はどんどん減ってってるよっていうことをお伝えしてるんですけど、チャート広げて見てみてもですね、この5年間振り返っても今一番入ってない感じですね、うん。2018年ぐらいのビットコインの取引所保有量みたいな、うん、ちょっと調べてみたら数で、だからそういう意味でも、まあこれ毎週お伝えしてますけれども、すぐ売るというよりは今ガチホっぽい動きなのかなと、ビットコインに関しては、はい、思っているところでございます、うん。まず数字からお伝えしたんですけれども、週前半はブラックロックの ETF の再申請なので、まあ ETF 関連の再申請、先週もお伝えしましたが、コインベースがサポートするみたいな情報も入った再申請みたいなトピックスで価格を上げてました。でこれ後ほどもちょっと話すかもしれないですけど、ブラックロックの CEO がビットコインは国際的な資産だというようなですね、うん、非常にまあビットコインに対するポジティブなコメントをですね、メディアの取材で語ったということもあって、週前半はビットコイン非常に動きは良かったです、うんうんうん。ただですね、週の後半ですね、6日米国の経済指標がまあ上振れして、米国債利回りが短期は低下してるんですけど、長期がまあ上昇したと。であとバイナンスで、これも後ほど触れますけれども、幹部候補の人が
退職したんじゃないかみたいなニュースを受けて、週の後半からビットコイン値段を落としているというような状況があります。で、その後、まあ7日に、6月の米雇用統計が発表されたんですけれども、比較的予想以上に伸びが鈍化してるかなと、非農業部門の雇用者数。で、ただまあ失業率は高水準な状況で、労働市場の強さは示せてると。で、ただ当局が高橋姿勢を強めるとの懸念を和らげる内容だったものの、この週の後半にかけて主要な株式指数も下落してますね。まあ株式に関しても日経平均とかもそうですけど、ここ数週間ずっと陽線つけてたと思うんですけど、逆にこの週は最後に陰線つけるみたいな状況になってたと思います。なんとなく株も全体的に下がっていて、ビットコインもその後伸びる感じがせず、レンジ相場で先ほどお伝えした430万円台をこうじわじわ後半動いたかなというような数字の状況でございました。はい。ということでざっと解説したんですが、大木さんの方で何か補足ありますでしょうか。そうですね。気づけばビットコインが3万ドル付近でうろちょろしている、まあ、レンジ相場の期間が半月ほどになっていたっていう印象です、ね。なるほど。なんで、まあもちろんね、ブラックロックの ETF 申請、再申請かとか、CEO がね、昔はすごい批判してたのに。そう、さっき言ったね。さっき言った話ですよね。まあ、回収っていうんですか、ビットコイン派になったっていう。なるほどね。まあ、プラス材料だと思うんですけど、まあ、これをもってして強気相場が始まったとはなんかまだ言えない感じがしていて、個人的には。なるほど。まだ、なんだろうな、例えば、それこそ2020年末から21年にかけての相場の力強い動きとか、そうね。そういった感覚はなんかないですね。ので、まあ、もちろん投資は自己責任なんですけど、個人的にはまだ強気相場始まってないと思いますし、もしかしたらどっかで調整が今年あるんじゃないかなと思ってる派ではありますね。なるほど。はい。まあそうね、前回のバブルというか、もうガーッと上がった時はもう毎朝上がってましたからね。上がってましたですね。で、その時にこういうふうに効果的に有名人の発言が続くと、まあこうさらに上がるってなると思うんですけど。はい。なんか最初のきっかけではない気はするんですよね。例えば2020年の時も、その、末から上がったじゃないですか。けど夏ぐらいこの時期には、なんかそのポール・チューダー・ジョーンズっていうのがビットコイン持ってるっていうのがニュースになったぐらいで。はい。で、ちょっと上がったんですけど、その伝説のトレーダーっていう。ちょっと上がったんですけど、なんかまあ、本質的な上昇じゃないって言ったら、そんな感じがしましたね。前回のそのオールタイムハイつけた時のきっかけはイーロン・マスクですかね。まあテスラのビットコイン。けどあれ1月ですよね、確か。で、すごい力にはなっ、そのオールタイムハイへの、その何ですか、そのサポート材料になったと思いますけど、きっかけは違うと思うんですよね。なるほど。その、1月にイーロン・マスクが発言したんで、その、前の末、11月、12月でどんどん上がってったと思うんですよね。でもちろん年明けもすごい上がりましたけど、なんで結構、周期的な話なんじゃないかなっていうのは個人的には。そこら辺はテクニカル的なものを。かもしんないし、まあ半減期もあってみたいなところもあったかもしんないしっていうことですよね。そうですね、確かに。思いますね。続いて番組スポンサーのご紹介です。この番組は DYDX ファウンデーションの提供でお送りしています。DYDX ファウンデーションは世界最大級の分散型取引所 DYDX の DAO を盛り上げるために作られた非営利団体です。トレーダーはもちろんエンジニアやデリゲートなど DYDX の DAO に参加する様々なステークホルダーの活動をあらゆる側面からサポートしています。今年秋予定の V4、DYDX のコスモス移行など、最新情報については DYDX 日本コミュニティのノートやツイッターで情報発信しています。ぜひこの番組概要欄にリンク貼っておきますので、皆さんもチェック、フォローお願いいたします。はい、大木さん何か今週ございますか？そうですね。前回と引き続き同じで DYDX V4 のパブリックテストネットが開始しました。はい、で、DYDX ジャパンコミュニティのツイッターのところでピン止めしてるツイートがあるんですけど、はい、詳しくはそちらをご覧いただきたいのですが、まあユーザーとして使っていただき、全然無料で使えますので使っていただき、いろいろな動作をしていただき、まあ入金とかいろいろその注文を出すとかあるんですけど、この辺を全然していただいて、まあ、なんかこうバグとかがあれば、フィードバックとかいただけたらなっていうふうに思っております。ので、はい、ぜひ引き続き、パブリックテストネットまだまだ続きますので、
注目いただけたらと思います。そうか、これはあれですよね。だからテストネットだから、全然実際の暗号資産のレバレッジかけて買うとかじゃないんですもんね。じゃないです。はい。もう全部そこで仮にすごい僕が儲かっても、あれです。残念ながら。残念ながら、デモトレードみたいな話です、ね。デモトレードです。はい。なるほど。うん、そうなんです。でもなんか逆に言えば学べるかもしれないですね。いろいろいじりやすいというか。そうですね。グローバルの方でもう、うん、まあ、日本の方もそうですけど、結構フィードバック続々と来ていて。はい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 。例えば数字の反映が遅いとかわかんないですけど。ああ、そういうのも含め、そうか。うん、そういった。使い心地も含めて。使い心地も含め、うん、細かいところは、ほんと何でもいいので、フィードバックいただけたら、DYDX トレーディング社、ちなみに DYDX トレーディング社このパブリックテストネットを主催してるんですが。はいはいはい。彼らの PM とか大変喜んで聞くと思いますんで、ぜひ教えてください。はい。それでは続いて、ウィークリーニュースのヘッドラインと深掘りのコーナーです。このコーナーでは、この1週間にあった主要なニュースを、まずヘッドライン形式でお伝えします。その後、僕と大木さんで気になったニュースをピックアップしてディスカッションしていこうと思います。それではまず、この1週間の主要なニュースをヘッドラインでお伝えしていきます。米司法省のバイナンス CEO に対する捜査を受け、バイナンス幹部が3名辞任。コスモスのブロックチェーン、ジュノのインフラを支えるコアワン、メンバーの権利確定済み資産をコミュニティメンバーに委ねる方針。ブラックロックの CEO をビットコインにポジティブな発言。ライトニングラボがビットコインのライトニングネットワーク活用可能な AI エージェントなど公開。ビットコイン ATM サービス提供のビットデポ、ナスダックにスパック上場。ナスダックがブラックロックとバルキリーの現物ビットコイン ETF を SEC に再申請。サークルがウォレットアザーサービスプログラマブルウォレットベータ版公開。マルチチェーンでハッキング約 1.25 億ドル資金流出。イギリスのリボルトが米国でマティック、ソラナ、エーダを上場廃止へ。コンポーザブルファイナンスのピカソネットワークがエコシステムドットサマをコスモスのインターンチェーンに接続。イーサリアムのコミュニティメンバー、ハッキングによる資金流出被害を抑えるための機能、サーキットブレーカーをスマートコントラクト内に搭載する ERC7265 を提案。スタークネットがクォンタムリープアップグレードのガバナンス投票開始へ。グミのシンガポール子会社 GC ゲームズシンガポールコスモスハブのバリデーターに参加、ノード運用開始。クロスチェーンブリッジ開発のトキがトークン発行プロトコルノーブルと提携。コスモスエコシステムに日本円に担保された日本のステーブルコイン導入を目指す。ユニスワップ V4 リリースはイーサリアムの次期アップグレード、カンクン5を予定。最短で今年9月の見込み。あと続いて国内のニュースです。セガの副社長、ブロックチェーンゲームには主要キャラクターを使用しないと発言。LINE BitMEX が PayPay 連携サービス開始。PayPay 残高で暗号資産の購入が可能に。SBI VC トレードのステーキングサービスにオアシスとコスモスが追加。三井住友信託銀行とソニー銀行が投資用マンションローン債券などを裏付けとしたセキュリティートークン発行へセキュリタイズのプラットフォームで。GMO コインにファイルコイン、ザ・サンドボックス、チリーズが上場。フィナンシェがフィナンシェトークンのステーキングを7月13日から提供開始。ということで、まあ、いっぱいありますね、ニュースが。結構主要なものだけ絞って言おうかなと思って、いつもリサーチして調べてるんですけれども。はい、これでも半分以下ぐらいにしてるかな。3分の1ぐらいに絞ってるんですけど、なんか1週間でこんなニュースあんのかっていうぐらいありましたね。本当ですよね。うん、意外に静かだったな、先週とか思ったんですけど。どうですか、大木さん、この中で気になるのありますか？そうですね。まずは、バイナンス帝国揺らぐ、うん、リークと、まあ、ブルームバーグが関係者からの話をもとに書いた記事ですよね。バイナンスの幹部が3名辞めたっていう話。ああ、そうです、そうです。なんか、米司法省が、まあ、バイナンスと、まあ、CZ を、うん、まあ、捜査をしてるらしく、この前によると、はいはいはい、CZとの反応に対して、まあ、嫌気をさしたような書かれ方で、バイナンス幹部が3人辞めたと。はい、で、その3人が誰かというと、1人がパトリック・ヒルマンっていう、チーフストラテジーオフィサーっていう、もう、
これは CSO で、幹部中の幹部ですよね。幹部中の幹部ですね。うん、はい、うん。で、次はスティーブン・クリスティっていう、シニアバイスプレジデント・フォー・コンプライアンス。コンプラの、ね。コンプラの、まあ、上級バイスプレジデント、うん。はい。で、あと、まあ、ジェネラル・カウンセル、コンさんが、うんうんうん、まあ、辞任したと。で、そのうち2人、パトリック・ヒルマンとスティーブン・クリスティに関しては、ツイッターで、辞めましたよ、とは、まあ、彼らも言ってて。で、彼ら曰く、いやいや、その、報じられ、まあ、辞めるのは事実だけど、報じられてるような理由ではありません。うん、はい、うん、まあ、例えば、円満退社だし、うん、なんかちょっと疲れたんだよとか。なるほど。偶然、このなんかバイナンスがいろいろ苦しい、訴訟を受けたり、CG がなんか操作されてるとか、状況と重なっただけだと。そうそうそう。CG が重なっただけだと。そうです。で、CG もその例のその4ですよね、4。はいはい、4ね。4だって、うん、そのツイートして、まあ、ファッド、うん、ファッドだと。まあ、単なるターンオーバーっていう、まあ、まあ、やっぱ6月ってね、そのいろいろ企業のパフォーマンスレビューとかが、グローバルでも、うん、まあ我々も今やってますけど、なるほど。グローバルでも行われる時期って時期であるので、うんうんうん、まあ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 、そのタイミングで普通に、離職しただけですみたいな。なるほどね。ことは言っているものの、まあ、とは言って、でも幹部一気に抜けすぎでしょうっていうのとか、確かに、いや別にそんな子供をお世話しながらリモートでみんな仕事できるっしょとか、そうね、バイナンスであれば特にね、そうそうとか、あとそのこの FTX のデジャブ感、その FTX も崩壊する前にコンプラトップだったかなとか、はいはいはい、まあそれに関連の人が辞めてたりする、はいはいはい、あったりするんですよね、うん、なのでまあ大丈夫なのかなってっていう、まあ、結構今年よくバイナンス大丈夫かって話はしてきてますけど、そうですね、まあさらにちょっと心配になるようなニュースかなとは思いますね。確かに、まあもちろん直接関係ないケースも往々にしてあるので予測でしかないですけど、はい、ただその結構この幹部クラスだってそのコンプラのあたりの人が辞めるってちょっと嫌な話ですよね。そうですね、そうなんですよね。で、あと、まあ、関連して、その SEC からの訴訟を受けたりしてる話もあるじゃないですか。はいはいはい、で、まあ、各国で、例えばオーストラリアとかでなんか調査されたりしたんですか？そうです、そうです、そうです。ですよね。オーストラリアも調査してましたね。バイナンスオーストラリアが調査されてましたね。そうですよね。で、欧州の方でもなんか、ライセンス剥奪とかまでは言ってるんでしたっけ？そこまで言ってないのかな？欧州でもいろいろとこう、バイナンスをめぐる取り締まりが厳しくなってると思うんですけど。厳しくなってる。だからバイナンス側が、その、剥奪というよりは、もう取り下げたりとか、いろいろそういうのしてるのが、ヨーロッパの方でも結構あったと思います。うん、そうですよね。だから今結構そのマーケットサイズがバイナンス自体のその売り上げが下がってるっていうのもロイターなんかも報じてたかな。あ、そうそう、それを受けてまさにそうですね、うんうん、バイナンス .com の方が6月もともとシェア 60% あったらしいんですけど、うんうんうん、52% に低下したっていうのと、これバイナンス US の方はもっとひどくて、はいはいはい、4月に 22% 米国であったのが、うん、6月26日は 0.9% まで激減したって。しかもなんかその先週末にその出金ももう米ドルの出金もみたいに出てましたね、確か。あ、そうですね、そうですね。そうそう、13日かな、ちょうどそれが。そう、しかしだからそのデッドラインにめがけてみんなでこう、あもう抜いてってるって。抜いてったっていうのはあるんでしょうけど。で、まあ、なんで、バイナンス US、その、まあ、そういうふうに出勤して、まあ、当然、マーケットメーカーとか、いわゆるその、流動性をめちゃくちゃ供給してた人たちも抜けたということで、うん、その、クリプト価格が、なんかすごいことになってるっていう。ああ、そうか、乖離してんのか、結局、バイナンスだけ。そうです、そうです。うんうん、で、これ、すみません、これ、ツイッターで僕が完全に、自分で確認したわけじゃないんですけど、はいはいはい。まあまあ、いろんな人が、その、界隈でツイートしてる、ツイートとしては、うん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 、7月9日とかはバイナンスの US のビットコイン価格が 26,970 ドル、お今3万ドルですよね、うん、そうね、とか USDC が 0.894 ドル、おまずいですね、 USDT が 0.8893 ドルとか、うんうんうん、なんかもうこれはもはや閉じるっていうんですかね、閉じるっていう、うん、うん、バイナンス US はそっちの方向なのかなとか思っちゃいますよね、これは。そうね。だシェアのね、まあまあ当然かもしれないですけど、シェアが 22% からもう 1% 切ったっていうのはもう結構厳しいんじゃないかなっていう。で、あとまあ、アナリストとかもそのバイナンスのシェアは、バイビットとか OKX、様々な取引所に移ってるというふうに、見解を示してる人もいますね。うん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 、そうだから米国では結構もう厳しいですよね。うん、厳しいですね。で、うん、オーストラリアも厳しくなってきてて、欧州でも一部の国では厳しくなってきてるっていう感じなんで。うんうん、日本どうなんですかね。なんか影響あんの？まあ気になりますよね。気になりますよね。そうだからちょっと、いやこれ全然完全なる推測ですけど、うん、少なくとも BNB の上場って難しくなるんじゃないかなっていう気はしますけどね。
ちょっとそのもうしばらく様子見ないと、うんね、これめっちゃ暴落するかもしれないじゃないですか。確かにアメリカのね今後の裁判に寄ってくる影響めっちゃ受けれますよね。取引所トークンですからね。そうなんですよ。そうか、だからまあもちろん BNB を上げるとはバイナンスジャパン側も公表してないものの、うん、ただ30トークンぐらいは用意しますみたいな意気込みを出してたわけじゃないですか、うん、でみんながおそらくその中には BNB はまああるに違いないと思ってるわけで。そうですよね。いやーなんかちょっとどうなるんでしょうかねこれは。そう、まあ、6月以降営業開始とおっしゃってて、うん、まあ別にねあの7月になれましたけど全然まあ以降ですからね、うん、以降の範囲内では、まあ、以降って言ったら、まあ、永遠に以降ではありますけど、ただ11月30日かな要は年末に結局ドットコム日本人の制限が入るのではいはいはい、そうですね、普通そこまでにはないと年内ないと変な話になってくる。まあ、変な話でもないんだけど。どこに移動すればいいねんっていう感じになりますよね。それこそ OKX みたいになっちゃいますよ。この間の。いきなりアクセスできないみたいな。ああ。でもそこも含めてちゃんとそういうふうに移行手続きがどうのこうのみたいなの出していくって言ってたから。そうですよね。うん、そう僕、詳しくないんですけど、やっぱグローバルで規制当局ってつながってるらしいんですよ、横のつながり。あはいはいはい。まあ、それ聞きますね。うん、はい。だから当然、金融庁の担当者の方も SEC とか、うん、欧州の規制当局とか、オーストラリアとか、全然連絡とか、まあ、窓口とか、そのつながってると思うんですよ。まあ、そうね。うん。果たして、どんだけ金融庁の判断に影響を与えるのかなっていうのは、なんかいつも分かんなくて。まあ、別エンティティといえばエンティティなのかな。でもバイナンスドットコムが買収してるわけですもんね。違うのかな。そこら辺ちょっとごめんなさい、情報がふわっとしてますけど、 そこなんかね、いや、別エンティティだった気がするな。別エンティティにはしてるし、規制も別に通すから、まあ、うん、影響ないという見方もあるかもしれないですけど、うん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 、ただなんかそうなってくると名前どうするみたいな話もなってくるよね。なんかややこしいね。そうなんですよね。名前どうするって話だし、なんかあとは今後について、これも本当噂話でツイッター界隈とか、まあ僕の指令とかの単なる憶測なんですけど、はいはい、CZ 辞任は結構硬いんじゃないかっていうのは最近よく聞きますね。ああ、なるほど、ね、で、うん、辞任して、うん、司法省による罰則の、うん、軽減とディール、はい、取引だ、うん、取引ある意味、うん、うんうん、これ憶測ですよ、憶測。俺はもう本当に、都市伝説、大木さんなんですよ。そうなったら、うん、もう相当方針変わりますよね。日本に対する方針も。変わると思う。だっておそらく CG がやっぱり日本にやろうって言ったんですもんね、多分。まあこれも憶測ですけど、どうなんで、ね。いや、多分、これも僕、推測ばっかで申し訳ないんですけど、うん、あ、やっぱだって、綺麗に見せたいじゃないですか、その。そうね。日本っていう規制の厳しいところからも、うん、ライセンス取って、しっかりちゃんと営業していて、はいはいはい。のは、やっぱこう、綺麗に見えるから、それはやっぱ CG としても欲しかったんじゃないかなとは。そうですね。思うんですけど、ね。ゆかりもあるしね、CG 自身が日本にね。そもそも。あ、そう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 。なんか、東京ビットコインなの集まり、ミートアップとかにも顔出してたらしいですね。そうそうそう、結構いたっていう話ですし。あと、なんか、東証のエンジニアだった説もあるんですけど。そうなんですね。はい。マジっすか。はい、すごいな。エンジ、あ、なんか、けど、いいですね。都市伝説感が外部委託かな。わかんない。正社員かと、正社員じゃないのかもしれないですけど。だって、ゲンスラーと CG があったのも日本だっていう話ですからね。マジっすか。昔そのあのなんかあの要はバイナンスに入れてくれ、アドバイザーさせてくれよって、はい、SEC のゲンスラーが言ったの場所がなんかそれはフォーブスかなんかのほどでは日本で会った時に言ったっていう。マジか。うん。だしまあ要はそのエンティティはなかった曖昧ですけど、やっぱり一時期その規制とかが厳しくなる前は。はい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 、やっぱそういう担当者とかいたので、もうこれは言っていいのか分かんないですけど、日本に。なるほどですね。っていう風に聞くので、なんかいろいろちょっと話し方が難しいですけれど。なんかオフィスあったないのはいろいろとかそういうのあるじゃないですか。そうね。いやー、ちょっとね。だからあとその後、あと、マジレスすると、この4ってあるじゃん、うん、4、FAD っていう。はいはいはい。あれ、ちょっと面白いですけど、なんかこう、ああいうの多分ね、ま、マジレスすると嫌いな人は、欧米系は多いと思います。なるほど。ノリっぽい感じ。
なんかそこ透明性持ってちゃんと説明しようよっていう。そうね、だから要は変な報道とか間違いがある報道された時とかは、うんうん、俺4って数字をツイートするからって何ヶ月前か前に言って、それを踏襲してるんですよね。でまあクリプトコミュニティ的には盛り上がってますよね。面白いですけど、まあ、あと、うんうん、バイナンスアーミーにそれをやらせてるみたいな、はい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 、もう出ちゃうし、うん、なんかあれってだって結局 SEC のね提訴だって4って言ってましたからね、うん、そう全部4じゃねえかよ全部4じゃねえだけどもちろんその何回か言ってるようにその結構政治的な意図もあると思いますよっていう、はい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 、僕のメディアとかそのリークとか、ね、このリークでしょ、うん、このリークって別に何でも書けんじゃねえかよっていう確かにね、うん、話もあるんで、まあ2人は今回はね2人は認めたことですけど、うんうん、でこれと関連してかしてないしないかステーブルコイン5番手ぐらいの、うん、TUSD ってあるんですよ。ほう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 、トゥルー USD、 ほうほうほう、これのほぼ 90% のトゥルー USD をバイナンスが持ってるっていうことで、ディファイラマでもわかるんですけど、うん、先週ですね、先週パーンってそのいきなりその上がってるんですね。急増して、はい。で、これトゥルー USD って、そうそう、インフルエンサーとか、あとアーベのコミュニティとかでもそういう話があったんですけど、うん、ジャスティンさんの方、トロンの。はい、プライベート企業が保有してるっていう説があり、CZ とトロンのジャスティンさんって2019年とか僕が台湾で見た時はすげえ仲良くて、うんうんうん、で最近なんかちょこっと Twitter でいざこざがあったりしつつもけどつながりはあって、うんうんうん、けどなんで逆に言うとこんな危ないあの True USD をこう結構バイナンスとしてもプロモーションをしたりしていて、確かに扱ってましたよね、はい、うんはい、で BUSD は使えなくなったじゃん、まあ、うん、あのなくなって、そうね、うん、で今度 True USD かみたいなところで、うんうん、けどこういう風にこう気な臭いステーブルコインではあって、あの、うん、はいはい、いいですね。そこそう、そいいですよ。忖度しない番組ですよこれは。うん、そうそうそう。そこに、うん、そこを 90% も持つのって危なくねって思いません？だって 2.7 ビリオンですよ。27億ドルですよ、その。すげえな。ディファイラマによると、うんうん、バイナンスが27億ドル分の TUSD を持ってるっていう。うん、しかも。ほぼ一夜にして。なんかこれ。いきなり買ったってことだよね。このステーブルコインに変えたって。どういうふうに見えますよね、これ。見える見える。で何があったのっていうふうに。え、これ何なんでしょうね。そう。けどだからその、そこでやっぱ、だからここからまた、さなんかここの回は推測が多いですけど。うんうん、ジャスティンさんとやっぱ関係性、どういう関係性があるのかっていうところが気になりますよね。ああ、なるほどね。ジャスティンさんがこの TUSD に絡んでるんですか、そもそも。そう、これはね、プライベート企業、ジャスティンさんのプライベート企業、公表されてないんですよ。なるほど、すごいですね、いいですね。公表されてないし、確か TUSD か、ジャスティンさん、トロンがどっちかが否定したんですけど、うんうん。界隈では、その、なるほど。そういう風な見方もあると。はいはい。言っておきましょう。でも確かに、なんか今、はい、データ見てると、トロンベースの True USD が一番サプライ多いですね。はい、うん。多いですね、確かに。ね。なるほどね。うん、いやー。あと、アーベのコミュニティとかでも、その TUSD はそういう理由があるから、なんか関わりたくないみたいなコミュニティの議論があったりするんですよ。うん、はー、なるほどね。まあ、これはもちろん、あの、推測なんで。そうですね。ちょっと最終的なご判断はご自分でという感じなんですけど。そうですね。信じるか信じないかは、はい、皆さん次第ですけど。けど、この True USD の伸び方はなんか。いや、異常ですよ、ね。異常でしょ、これ。うん。そうですね。6日から7日にかけて、キューンと上がってるんですよね。そうなんですよ、うん、だから木金ぐらいで上がったって感じじゃないですかね、先週の、うんうんうん、何をやろうとしてんだろうな、分かんないな。そうなんですよ、まだまだ話題にこと書かないバイナンスバイナンスってはい、はい、で続いてちょっと僕が気になったのは、はい、このライトニングラボがビットコインのライトニングネットワーク活用可能な AI エージェントを公開っていうことで、うん、このライトニングラボっていうのはビットコインの高速決済を可能にするセカンドレイヤー技術のライトニングネットワークの開発を行う企業の一つなんですけれども、今回まあ話題の AI を設計に入れた新しいツールセットみたいなのを公開したんですよね。で、ざっくり言うと何ができるかっていうと、はいはいはい、ライトニングネットワークを活用してビットコインを管理する AI エージェントを作成できると。うーん。LLM エージェントビットコインツールみたいなのが
公開されていて、はい、なのでビットコイン残高を管理してライトニングネットワークでビットコインを送受信して、うん、ライトニングのノードともやり取りできるようなエージェントができると AI で、はい、でその他いろいろですねプロトコル関連のものも発表してるんですけれども、うんうん、まあこれちょっと面白いニュースだなと思っていて、ビットコインと AI は水と油のようなイメージでしたけど相性いいんですか？でライトニングラボはなぜビットコインのライトニングネットワークと AI を結びつけるのか、その背景も説明してるんですけど、まあその AI のエージェント自立して動くプログラムは事業体ではないため法定通貨の決済システムにアクセスすることが難しいと。まあそうですよね、 AI が勝手に銀行のネットバンディング使えないよねみたいな話ですよね。で一方で AI エージェントも API や無料のデータソースの使用に関して料金を支払う必要があると。でその際に AI エージェントの作成者にとっては世界中で許可なしで利用可能で、ほぼ瞬時に決済されるビットコインやそのライトニングネットワークによる支払いが魅力的だみたいな、うん、だ要はやっぱり自立してるもの同士だから叩きやすいよねってことだと思うんですよね。だそういうところでライトニングラボはやっぱりこういうのを今開発してると。それこそ大木さんも大好きなアーサー・ヘイズが、ビットコインは AI にとっても望ましい通貨になるっていうブログを最近書いてまして、うんうんうん、それは注目ですね。そうですよね、うん、で要はビットコインの要はデジタル化されて完全に分散化されてるということと、はい、まあ、証明可能だっていうところが、いわゆるその AI が通常の決済とかその法定通貨を扱うよりも非常に向いてるんじゃないかみたいな話なんですよね。長いブログなんでこれ貼っとくので、はい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 、皆さんもちょっと読んでいただきたいんですが、まあ彼は結局そういうこと言ってると。で、うん、あの日本のビットコインナーとしても有名な浩司東さんも最近ブログポスト久しぶりにあのビットコイン研究所かな、はいはい、に記事を書いて同じようにビットコインと AI の相性いいんじゃないかみたいな発言をしてたりしますね。なるほどですね。これ僕も結構共感する部分があって、はいはいはい、昔ジャック、それこそビットコインマキシマリストのジャック・ドーシーも言ってたんですけど、うんうんうん、かねてから言ってるんですけど、ビットコインは要はインターネットのネイティブ通貨だって言ってるんですよ、うん、要はデジタル上で完全に完結してできてるものであって、要はインターネット上で本来決済するんだったら、うん、やっぱりインターネットから生まれたお金使った方がいいんじゃんみたいなことを彼はかねてから言ってたんですね、うん、でその話になんかすごくつながるなと思っていて、はい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 、結局 AI 同士がいろいろ決済とか細かいアクションをするときに、基本的にその勝手にプログラムがやってくれるわけですけど、そういった時には実はその法定通貨だったりするよりも、そもそもまあ AI も簡単にこう動かしたりして、しかもそれがちゃんと履歴も証明できるビットコイン使うのいいんじゃないのみたいな考えは、なんかそれはつながってくるし、で確かに、うんうんうん、でまあ僕らのポジショントークですけど、やっぱりそういう AI が使うお金としてビットコイン使ってもらう方がいろいろ安全なんじゃないのみたいな、はい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 、そもそも、うんうんうん、っていう感じですね。であと浩司東さんなんかブログちょっと読むと、そのチャット GPT に今こうプロンプト投げるのも実はあれコストがかかってると。うん、であれはでも今サブスクで月額いくらでみんな払ってて、で一部は無料になってるわけじゃないですか、うん、でもこれ将来進んでくると結局そういう細かいペイメントみたいなのもなんか、だからライトニングなんですよね多分。ビットコインが向いてるプラス、うん、ライトニングネットワークのマイクロペイメントがやっぱりネット上の要は煩雑な細かい支払いとかに向いてるみたいなところが、うんうんうん、まああるのかもしれないなっていうところで、なるほどね、まあ、このニュースで実際ライトニングラボがこういうツールを出してるので、まあちょっと僕もまだまだここのあたり掘り下げられてなくて今うまく説明できてないですけど、ちょっともうちょっとこれらの文献読んでですね、また一回エクストラとかでも話してもいいかな。そうですね。そう。これは面白いですね。面白いですよね。うんうんうん。だからもしかしたらインターネットの基軸通貨にやっぱりビットコインになるっていう。それはそうね、わかるんですけどね。なんかね、うん、それ、まあまあちょっとそれは長くなるので、ただ相性がいいってことで、ちょっと改めて考えてみると、うん、やっぱその、AI って人間を不必要とするためのツールと言えることもできるというか、うん、人間の管理下にいる、例えば金融機関の信頼が不必要になるのが、まあ、ビットコインで、AI っていろんなところに応用できますけど、うん、なんだろうな、人間を介さないこと、例えばその、まあ何でも今できますけど、その、プログラミング的な話も、まあ翻訳とかも、まあいろいろあると思いますけど、まとめとかもアシスタント的な話とかも、全部 AI にやらしとければいいみたいな
そこのベクトル合ってる気がしましたっていう。ああ、なるほどね。なんかね、結構その、ここって何回かお話ししてると思いますけど、はいはいはい、ビットコインってその、中央銀行、うん、エリートが集う中央銀行が発行する通貨っていうのは、その中央銀行とか国の信頼に基づいてるっていう。で、それの信頼が嫌いなんですよね。うんうんうん。ビットコインって。うん。で、信頼しなくても、じゃあ、いいための仕組みっていうのがブロックチェーン。はいはい。ことも言い換えられると思うんですよ。で、そうなった時に、結構大事だなって思うのが、うん、信頼しないことっていいことみたいな。この価値観作りだと思うんですよね。なるほどね。そうで、そこのベクトルで確かに AI っていうのは、確かに人間は、そう、いい意味でですよ。人間をこう排除していくっていう、ここはあるので、まあ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 、現時点で確かに分からなくもないな気はしました。そこの部分で。まあそうですね。はい、おっしゃる通りですね。その要は、人間、まあ言っちゃうと、なんか人間じゃなくて、仕組みを信頼しようよっていうのがビットコインであり。うんシステムを、うん。で、AI も、AI はでも厳密に言うと多分、その初めのインプットの最後の最後は人間がやんないとダメなんで、完全に人間を排除するというよりは、ただ恐ろしく人間のアクションを中抜きするというか、はいはいはい、はい。極めて、そうそう、もちろんもちろん、設計者はね、設計者で最後のそのプロンプト投げる人は残るんだけど、ただ、うん、多くの通常100人かかってたことを1人で行っちゃうってことにするっていう意味では非常に、はいはい、うん、でそれも最終的に今の AI ってまだ全然ダメですけど、うん、AI が信頼できるレベルになってくればやっぱりそこをどっちかでも AI トラストするってことになってくるってことですよね。だから要は人をトラストするよりも AI でトラストした方が安全じゃんみたいな、うん、そう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 。だからそこは似てますよね、ビットコインと。人、要は人信じるよりも、うんうん、国信じるよりもビットコインの信じた方が安全じゃん。そうですよ、そうですよ。そのためだけに作られたようなもんだと思うんですよ。そうね、ぶっちゃけブロックチェーンって。うんうん。うん。原点はね。うん。原点、そうです。そう、だから、まあ、けど、このテーマに関してはもっと詳しく知りたいです、ね。ちょっとまたやりましょう。うん、これなんか、それこそ AI の人とか、ね、ビットコインと AI 両方話せる人とか、ゲスト出演してほしいですね。してほしいですね。なかなかいないんですけどね、やっぱり。うん、AI めっちゃ詳しい人は、やっぱりブロックチェーンの知識はそんなにない方が当たり前ですけど。はいはいはい、うん、でも、この話って本当に面白くて、はい、そのブロックチェーンって一言で言っても、なんかパブリックとかいろいろあるじゃないですか、はい。で、AI って一言で言っても AI もいろいろあるんですよね。だから、あと、その、大木さん前言ってましたけど、例えば AI に DAO のみんなの活動をまとめさせたら便利だっていう使い方。はい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 。そうですね。そういう風にツールとして AI めっちゃ使える。今、あれですよね。イーサスキャンとかでも AI 導入されてきてますよね。そのコントラクトが、うん、スマートフォンが正しいか監査するみたいな。だからツールとしてのブロックチェーンの親和性もあるけど、ただデータベースとしては AI ってなんか大規模に一個のサーバーにいろんなデータ集めてそっから機械学習するみたいなもんだから、うんうんうん、そもそもブロックチェーンのノードを分けて、非効率的にこう分散化するっていうところに AI 自体を置くことは難しいんじゃないかみたいな意見もあるんですよ。うん、要はデータベースとしては、システム上のレイヤーで言うと噛み合わせるのがめっちゃ大変そうっていう。わざわざ中央サーバーでやった方が AI は効率的に動くっていう話があるんですよね。ああ、はいはいはい。そうそう。それをわざわざノードに分けて分散化したら遅えじゃんみたいな。うん、なるほどね。だから AI かけるブロックチェーンのテーマって、すごいレイヤーをちゃんとこう切って分けて話さないと、ぐちゃぐちゃになるんですけど。うんうん、はい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 。やっぱりその親和性みたいなのはいろんなとこで出てくると思うし。うん。だからちょっとこれまたやりましょう。うんうんうん、なんかそういう詳しいよっていう人いたら連絡くださいみたいな感じですね。そうですね。うん、これ興味見えますね。アーサーヘイズは日本語喋んないんですかね。ねえ。アーサーヘイズ出てくんないですかね。大木さん英語喋れるから。たまになんか札幌でスキーしてるって聞きましょうか。言ってましたね。そうですよね。ぜひ大木さん出会っていただいて、アーサーヘイズに。そうね。僕ね、一回インタビューしたことあるんですよ。そうなんですか。なるほど、はい、なるほど。ただ、そうですね。この話面白い。面白いですよね。だからちょっとまたね、はい、掘り下げようと思いますが、まあ今回こういうツールが発表されたということで、まあもしかしたらいろんな、で、僕結構ね、ライトニングのこの少額決済っていうのはなかなか広がんないけど、めっちゃ大事だなと思ってるんで、うん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 。ちょっとまた、このあたりも今、ね、僕、久しぶりにビットコインのライトニングとかもうちょっと勉強し直そうかなと思ってるんで、またアウトプットさせてください。そうですね。うん。
はい、ということで大木さん、他に気になるところではどこかありますでしょうか。はい、あのコスモスのブロックチェーンにジュノっていうのがあるんですが、ここのその、まあ、関連組織、インフラを支えるコアワンっていうところで投票がありまして、ほうほうほう、これは結構先進的なのかそうじゃないのかで、うん、結構物議を醸してて、ほう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 、面白いので紹介したいなと。なるほど。去年ね、4月にジュノが結構クジラバーサスジュノコアチーム日本人も絡んでっていう話があったんですけど、でここら辺が本当は深掘りすると面白いので、もしかしたらジュノ会っていうのを やってもいいのかなっていうぐらいの、うん、結構その深い話なんですけど、うんうんうん、まあ、今回の話はこのジュノのインフラを支えるコアワンっていうところが、まあ、自分たちのコアメンバーですよね、うん、で要はそのコスモス SDK っていう開発者向けのツールキットがあるんですけど、はいはい、この開発関連で獲得した、まあ、トークンですよね、これの口座の権限を当然そのメンバー個人個人が持つじゃないですか、開発者が、うん、貢献した人たち、うんうんうん、で今回の投票では、うん、その権限をそのベスティング中、うん、確定済み資産ですね関してはコミュニティにその権限を移行するっていう、うん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 、投票で決めたと。なんでざっくり言うとコミュニティが あのメンバーにその口座を渡したくないって決めちゃったら、コアメンバーにトークンを渡したくないというふうにコミュニティが決めたら、うん、そのメンバー排除できるっていう。なるほど。ことでコア開発メンバーのまあ、初期のチームとかに分けられるトークンであるじゃないですか。はい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 。ありますね。うん。その権限をコミュニティが取ってしまった。ほう。っていう感じですね。はい。で、ジュノー擁護派とかは、これが分散型社会のなんか先駆けだ、未来だみたいなコメントを出してますけど、なんか一方で日本のね、ツイッター界隈、コスモス界隈とかでは、共産主義じゃねえかっていうような。あ、なるほどね。批判も出たりしていて。はん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 。ここら辺、面白い。結構その、うん、面白いと思うんですよね。なんだな、これもその、結構日頃から言っている段階的な分散化か、プログレッシブディセントリゼーションをこの、急激に進めるとどうなるのかみたいな話にもつながってくるし、その、やっぱりリーダー的な存在とかって、コアチームとかっていうのをこう、評価最初してあげないと、どんどんそういう人たちって、やっぱ働かなくなるんじゃないかっていう、その社会主義とかの失敗の話ですよね。うんうんうん、はい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 。そうね。そういうのが、ジュノでも見られるのか、いや、それともこれはそのすごく先進的なのか。なんか次元が違うというか、さすがに DYDXDAO で仮にですよ。だって DYDX のトレーディング社とか、うんうん、まあファウンデーションとかに割り当てられてるトークンを、うん、DAO が、あ、もう、それ、気に食わなかったら我々取り上げる権利もう我々持ちますみたいな、うん、マルチシグで全部それ決定できますとされたら、うん、いやこれ多分みんな去ると思いますよ。そこに貢献しようとは思わなくなると思いますよ、まあ、ただ一方で、うん、そういうコアチームメンバーが DAO の分散化を妨げてはいけないと思う、うん、なのでなるほど。ね、まあ、今の例えあくまで例え話だと思うんですけれども、はい、すごくこれ本当に未来の議論というか、要はそうですよね。だからただその報酬ってどの程度かみたいな問題も絡んでくる気がしてて、はい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 、その初期メンバーの貢献に応じた多分それ相応の対価はあるべきだし、で多分今回の件も別にコミュニティに移行するだけで、別にじゃあコミュニティで全員にじゃあ人数分で分けましょうっていうわけでは、まだとこまでは決まってないってことですよね。あ、そうです。そこまで言ってないですね。一応、ベスティングしてるものに、口座に関しての権限を、その本人たちじゃなくて、そこに委ねたと。だから、そうです。それを見ると、確かに、一個の考え方ですよ。一個の考え方としては、なんか、初めだけ頑張って、あともう、のらりくらりみたいなことを、避けるための意思決定とも見えなくはない。要は、監視してるっていう。うん、はい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 、要はその初めの頃の情熱で引き続き頑張ってくれて、ある程度ベスティング期間終わったら、ちゃんとその大木さんやっぱり頑張ったから配分するよっていう意思決定までを、DAO化してるという捉え方もできるし、なるほどね、でもその DAO の投票が果たして本当に正しくそう機能するかもわかんないし、やっぱりみんなお金欲しい人も DAO って集まってるわけじゃないですか。って考えた時に。そうね。今後、やっぱ東京、君の価値が上がるっていうのもインセンティブにはなると思うので、そうね、
あ、そうか。だから、そうか。別に自分で権利持ってても、うん、そのトークンの価値を上げるために頑張るから、別にそんなに DAO で権利を DAO に渡さなくてもいいじゃんっていう考え方もあるね。確かに。そう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 ね。そうね。まあそらそうだし、今もう十分もらったんだし、あとは適当でいいかって思っちゃう。まあ本当額にはよると思いますけど、うん、そういうパターンもあるとは思いますね。確かに。なるほどな。まあ、ただジュノは結構あれですかね、うん、あんまり日本では業界全体としてはそんなに有名じゃないですけど、こうガバナンスの歴史で大変面白いって言ったら怒られるかもしれないですけど、ほう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 、あのすごくいろんなね事件があったり、うん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 、日本人も絡んでいる、あの日本人のクジラとジュノの コアメンバーとの戦いの歴史もあったりっていう、うん、結構ガバナンス、DAO のガバナンスについてプレゼンする人の中には、うん、ジュノを引用する人結構多いです、ね。はい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 。なんでここについてね、まあ、できれば当時ニュースを追ってた人、できれば直関わってた人とか、うん、ゲストにお呼びできたらすごく面白いかなって思いますね。なるほど。ちょっと僕は勉強不足なんですよ。はい、要はその過去にもうこういうちょっとガバナンスのところでトラブルじゃないか、なんかいろいろなことがあったってことですか。そうそうです。あの、過去のやつは、その、ジュノ全体の話で、うん、はいはいはい、さっきの話は、まあ一応コア1の話で、って話なんですけど、うん、過去のは、あるユーザーのウォレット、はい、日本人ユーザーなんですけど、はいはいはい、が持ってる数百万ドル相当のトークンを、没収するっていう判断を投票で決めたんです。なるほど。で、ジュノのコアチーム的には、その、いわゆるその、数百万ドル持ってる日本人、まあ、クジラっすよね。うん。彼が、その、ジュノのエアドロップを不正に操作して、正当に受けるべき量以上のトークンを得たっていう。なるほど。結構その方が、まあ、匠浅野さんっていうんですけど、うんうんうん、その方が、やっぱ日本人同士で、うん、まあ、コミュニティを持ってって、うんうんうん、まあ、投資資金集めたりしてたと。なるほど、ね。で、うん、その当時ってその例えばとかアトムをステーキングすると、うんうんうん、ジュノエアドロップされるってことだと思うんですけど、うんうんうん、エアドロップされたものに関してはおそらくコミュニティの方たちにその一時的かどうかは置いといてそのすぐに渡さなかったっていう経緯があって、あ、なるほどね、そのエアドロップ分のすごい大量のジュノを自分の口座に集めたところ、うんうん、相当巨額なジュノを持っているアドレスが、うん、出現したってことで大騒ぎになって、なるほど。でそれいろいろ経緯をいろいろ聞いたりはしたと思うんですけど、うんうんうん、まあ最終的にいやそれはコアメンバーのいうところの不正入手ですよねと。そう、ただこの不正って別にそういうルールが元々あったわけじゃないし、なるほど、なんか倫理とか主観的な話になって、はい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 、そういうことか、っていう批判もありますので、うんうんうん、なんでここでもその共産主義じゃないかそれっていう批判もあったし、なるほど、うん、うん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 、なんで、ここら辺の、その、なんだろう、ある意味、新しいページを切り開いていってるジュノっていう、イメージですね、うんうんうん。なるほど。いや、ちょっとこれも、今、おじさんおっしゃってましたけど、当時の詳しい方がぜひ出ていただけるのは聞きたいですね。いや、聞きたいですね。当時のその、なんだろうな、ジュノと、ジュノのそのコアチームと、はい。匠浅野さんの間に入っていた通訳者の方が、うん。何名かいらっしゃったっぽいんですよね、日本人の方でも。で、そのうち何名か僕も実際にお話聞いたことあって。なるほど、なるほど。うん。冒頭なんだろう。コアチーム側は怒ってたっていう。はい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 。感じですよ。相当なんか痺れるというか、なんか表現が難しいな。その、相当緊張感のある通訳業務でしたよ、みたいな。ああ、なるほどね。うんうんうん、話は聞いたことあります。いや、ありがとうございます。ちょっとこれ僕も掘り下げてみます。うん、なんか、でも、それがね、一個の DAO の、今いろいろ事例というとあれですけど、そういう風になってるってことですよね。その。そうです、そうです。結構あれですよ、その、ザ・ DAO だっけ？ザ・DAO ね。うん、イーサリアム、ね。そうと似てるっちゃ似てる話ですよね。要は、ブロックチェーン巻き戻したみたいな話ですもんね。あ、そうです、そうです、そうです。いや、でもこれは確かに歴史の話だな、ちょっと。そうなんですよ。奥深いですね、DAO やっぱ。そうなんですよ。こう。だから不正、そうなんです。不正、ルール違反はしてないっていうのはね、あるので。でもなんか、あれじゃない。だから要は、法律があるわけじゃない。これ、例え話なんですけど、うん、違法じゃないけど、それ良くないよね、みたいな話、脱法みたいな話、みたいに捉えられちゃったってことなんですかね。うん、そうそうです。うん、そういうことですよね。けどね、そこに持っていくと、勝者って決めづらいですよね、やっぱり。決めづらい。確かに。うん。うん、そうなの。そう、だから、ハッキングとかになるとダメじゃんってのは分かるけど、はい、返せよってなるのは本当分かると思うんですけど、うんうん、まあ、ある意味抜け道ついたみたいなことかもしれないもんね。そうですね、うん、はい、なるほどね。ちょっといいですね、こういうかなりコアなニュースも。はい、
でもそっか、だからこの今回のコアワンの話もちょっとこの先どうなるか気になりますね。そうなんですよね、うんうん、結構ジュノは押さえておくと、うん、はい、面白いと思いますね、はい、コスモスだけに限らず、はい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 、ダオガバナンスの本当事例ですね、ユニークな事例です。なるほど、ちょっと僕も勉強してみます、はい、ありがとうございます、で今日もちょっと盛りだくさんになっちゃったんですけど、最後に大木さん取り上げたニュースで、はい、ね、そうですね、セガの副社長、はい、ブロックチェーンゲームには主要キャラクターを使用しないという発言みたいな記事がブルームバーグにインタビュー記事みたいなのが出てまして、出てましたね、はい、このニュースは本当そのタイトル通りなんですけど、うんうんうん、注目した理由っていうのが Web3 ホワイトペーパーとか各、ね、大きなイベントの各地での成功とかっていう、うん、相当いいな、ステーブルコイン法の成立とか施行かとか、いろいろとこう、ね、改正資金決済法ね、うんうん、そうです、はい、うんうん、とかいい流れがすごい出ている日本において、はい、なんかもしかしたら初めてぐらいのなんか大きなセットバック交代みたいな、なるほど、いうふうに感じました。ふんふんふん。でなんか本丸のねゲーム、本丸の一つですよね、うん、ゲームで NFT とか、ね、日本の IP を世界へとかという話だと思うんですけど、うんうんうん、そこでやっぱりそこの本当大手中の大手の会社の、うん、まあ、幹部副社長さんが感じている本音みたいのが出たなっていうふうに、しかもこれ、はい、海外向けにまずインタビューしてるんですかね。なんか英語版の記事もあって、はい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 、そっちの方が長いですよね、記事。長いんですよね。タイトルも実は全然違うんですよね、なんか。タイトルも違いますよね。もう撤退みたいな、セガ撤退みたいなタイトルになってますよね。うん。書いてますね。で、日本だとキャラクターを使用させない、うん、使用しないみたいな、はいはいはい、うん。そうですよね。うん。記者さんは日本人なんで、これインタビュー確かにどっちだったんですかね。まあ英語、日本、まあ、英語、どっちなんだろう。メディアを見ると、うん、ジャパンの方は原文としてこの英語の方の記事を出してた。ああ。じゃあ日本人同士だけど英語でインタビューしたみたいな感じなのかもしれない。可能性はあるかもしれない。ちょっと定かではないですけど。うん。うん、そう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 。それで、まさにその英文のところとかでもね、この内海副社長はい。が、プレイトゥアンゲームのアクションが退屈だとか、うんうん、ゲームが面白くなくて何の意味があるみたいな発言もね、結構しているんですけど、はい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 、まあ日本語の方には載ってないですよね。載ってないんですよね、これはね。うん。うんうん、で、結構、この批判ポイントってなんか何回か聞いたことあるんですけど、その、うんうん、そもそも面白くないと意味なくないみたいな話っていうのは、結構伝統的なゲームプレイヤーの方を中心に批判動画とかも見たことありますし、そうね。まあ、まあ、こういうふうにメディアで発信し、すごくイケイケムードの中、こういうメディア、大手メディアでこういった発言が出てきたのは結構その逆の方向なんで、そうね。ちょっと警戒すべき動きかもな。なるほど。だから記事の論調で言うと、いわゆるかつてセガはスクエニとかバンナムのようにとともにブロックチェーン技術が自社のタイトルの魅力を高めると考えて積極的に動いてたけど、まあ2022年の暗号資産市場の急落で方針転換したと、うんうんうん、でそういう今大内さんが言ってたような既存のゲームコミュニティからの批判とかも受けてたと、その後、うん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 、でまあそうですね。だからちょっとそういうふうに、この技術が業界の中で本当に普及するかどうか慎重に見極めてるみたいな論調に変わってるってことですよね。そうそうです。そこが変わったという。だから長期的には、一応その記事に関して長期的には、技術が成熟すればブロックチェーンの関与を深めることは前向きだみたいなことは言う。うん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 。ただし、直近のこのインタビューでは、当面外部の開発企業には、ブロックチェーンゲームなどに同社の主要なキャラクターは貸し出さない方針。あとこのジャンルのゲーム自社開発も当面は控えるみたいなことが一応インタビューでは言ってると。インタビューというか取材かな。そうですね。そうですね。で原文の方が英語の方がもっと辛辣なコメントがなんか入ってるって感じですよね。その大木さんがさっき言ったような。そうそうです、うん、プレイトゥアンでゲーム面白くなきゃ意味ないじゃんみたいなこと言ってるってことですよね。プレイトゥアン is boring って書いてあるんで、うん、いや退屈でしょうみたいな、うん、ゲームが楽しくなければ何の意味があるのみたいな。そうです、そうです、うん。なんで、ね。まあちょっと Web3 に批判的な記事でもありますね。うん、そうですね、うん。そう。結構この逆の動きっていうのは面白いじゃないですか。うん、その今、Web3 最高だよねって乗ってくる企業がすごく多い中、うん、まあ、本音ってそのさっきの、はいはいはい、実態との乖離の話もしましたけど、うん、大企業の本音ってどこにあるのかなっていうのは気になっていて、本当にだから、本当にブロックチェーンゲームとかが、
収益の柱になるとか、そういった世界ってどんだけ見えてるのかなとか気にはなるので、確かに。なんかそういう風な連鎖にはなんなければいいなとは思いますけどね。そうですね。まああとこのあたりの多分まあ既存のやっぱりゲームの大手っていうのはやっぱり状況を見ていかないとダメなとこあると思うんですよね。やっぱりちょっとこれはもうちょっとなんか表現難しいですけど、やっぱりこう全部という意味じゃないけど変なのもやっぱ多いじゃないですか。その面白く面白くない軸でゲームについて結構話されるんですけど、はい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 、それ以外にもやっぱりまあなんかかつての ICO のようなきな臭いものもいっぱいあるじゃないですか、今ゲーミファイ分野には。うん、お金を要はみんなから集めて上がるような感じにして、うん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 、で実際ゲームできんのとか、うん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 、そういうことも出てくると、なんかさっきのそういう状況になってくると、確かにすでにゲームでユーザーを抱えてる大きな会社っていうのは入りづらくなってくるから、うん、まあなんかとはいえあのキラーゲームがその大手から出たらセガさんも方針また変わるかもしれないしね、みたいなところをなんかすごく見てってやらないと、まあね、まあやっぱりある意味ゲームっていうのはブランドを保つことでもあるような気がするから、うん、本当難しいんだろうなと思いますけどね。うんうん、そうですね。なんかゲームって僕全然ゲーマーじゃないんであんま詳しくないんですけど、はいはい、ゲームこそ本当天才の作品だと思うんですよね。ほうほうほう。天才がいれば良いという、中央集権的に天才が作るものっていうような、はいはい、っていう、うん、風に、むしろゲームこそそれこそ例えば僕なんかの意見とか反映してたら面白くないんないだろうし。なるほどね。だから DAO でゲームが作れるのかみたいな話だよね、うん、めっちゃ面白い、うんうんうん、って素人ながら思っちゃいますね、うん、まあ、それもあるけどね。でも別に中央集権的に作りつつブロックチェーン要素を入れてっていうゲームもあるから、ね、そのアイテムを課金させるとかで、うん、ああ、はいはいはい、はい、そう、別にあのゲームデザイン自体を多分 DAO 化するとか民主化するっていうものもあるけど、うん、話ではないような気がしますね、うん、ただこうツールとして入れるのにいいのかみたいな話ですよね、うん、だからまあここら辺も深いですね、いろんなこう軸での話が、はいはいはい、だから僕も分かんなくなってくるのは、なんかプレイトゥーワンで盛り上がってる人たち見てると、うん、じゃあそれポイントで例えばクリプトじゃなくて、うん、でそのポイントが結構使えるポイントだったら、まあ、プレイトゥーアンだよねと思っちゃうわけですよ、はいはいはい、なんか、まあ、なんかゲームしてたらなんとかポイントが貯まって、それでコンビニでなんかもうジュース買えんだったら、うんうんうん、それはプレイトゥーアンじゃないですか、まあ、うん、だからなんかちょっとごめんなさい、なんかそこで意見がまとまってないんですけど、うん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 、なんかプレイトゥーアンに対してもちょっとうんって思うこともあるし、やっぱり、はい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 、そうなってくるとやっぱクリプトの優位性ってまあグローバルだったりすることぐらいなのかなとか思ってきちゃうと、なんか、うん、はい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 、なるほどね、その日本限定じゃなくて世界中で使えますっていう、使えるとか、まあ、あの、ね、誰でも口座が開けますっていう意味では、うん、クリプトは軍配が上がるんだけど、だからこれは絶対できないんですけど、例えばクリプトのステップンがあった時に同時にこれ全部仮ですけど、あの楽天ポイント版のステップンがあったとして、うんうん、同時に動いててどっちがどうなるのかみたいなの見れたら面白いなとか思うんですよね、うん、なんかあとまあ先々はステーブルコインですよね、なゲームで、うんうんうん、そこら辺どう絡んでくるのかとか、はい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 、まあちょっとトークン上昇で煽るようなのは結構厳しそうな気がするんだよな、個人的には。まあね、うん、だから個人的にはなんかそれこそライトニングのゲームしてたらビットコインちょっともらえるとかの方がいいんじゃないとかそう、ゲームトークンもらうぐらいだったら、そうね、身も蓋もないんですけど、そういうこと言い出すと、いや本当それも額によっていて、そうね、うん、だからしだらさんが小遣い稼ぎにはやんないでしょっていう、はい、そのつまんない年ですよ超つまんなくて、うん、そうね、だから多分アクシーとかもフィリピンとかで流行ったのは、ああなるほどね、まあ新興国だとそれでもすごく、それで生活がなんとかなったっていう、うん、うん、ならわかるんですけど、そうだね、やっぱだからそういうこうプレイトゥーランするためだけに1日の貴重なね、わかんない30分だか1時間だか使うか使わないかっていう、まあその人によるってか確か。まあ僕も全然お金ないんで使いたいんですけど。
でもまあ、うん、でも、人間ってそうだから、僕がお金持ってるとか持ってないとかそういう話じゃないですけど、まあ、経済合理的に動くってことですよね。そう、だからそっちに押せるんだったらそうだと思います、ね。そうだよね。だバイトしてるよりそっちの方が稼げるとか。そういうことになってくると話変わってくるよね。そうですね、うん。そうなってんのですかね、今。そこら辺全然詳しいんですけど。いや、どうなんだろうね。うん。あの、相場的には厳しくはなって、そんな状況はなかなか生まれてないと思うんですけどね。うん、だからやっぱりそこ、その概念と、いわゆる別に僕は今お金もらえないけど、フォートナイトとかしてるわけですよ。うん、週末に。まあ研究とかですよね、おそらく。いや、でもそれね、楽しくてしてるの。僕マリオカートしますね。いや、そう、それもお金もらえないじゃん。で、大木さんが2時間働いた方が、マリオカート2時間やるより儲かるはずなのよ、本来はね。はい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 。でもゲームってやるじゃんっていう話で。やっぱり楽しいからでしょ。そうそう。だからね、そこら辺だよね、なんか。うん。根本にあるのが、そこの相入れなさみたいなのがあるのかもしれない。そうなんですよね。でも、うん、まあ楽しくてちょっとお金もらえたらいいよねっていうのもわかる。あ、なんか課金しちゃう人は本当課金しちゃうらしいですしね。そうそうそう、いやすごいですよ、すごい人は、うんうん、すごい人はね。なんかその何でしたっけ、スキン、あ、そうね、アバターとかね、うん、アバターとかにすごい、うん、もうそこの市場だけですごいファッション業界というかファッション市場になってるみたいな話は聞いたことありますね、うん。だって僕、子供の誕生日プレゼントに過去にフォートナイトのナルトのスキン結構全部買うとね、1万弱ぐらいしたんですけど。マジっすか。それ欲しいって言われて、でお前いいのって言っちゃったんですよ、お父さん的に。うん、あの、だそんなん別に、しかもフォートナイトって、あの、ビットコインにしときなさいって。いや、本当にそうですよ。フォートナイトって服変わっても別に強さ変わんないんですね。あ、らしいですね。そう。うん、だから、全然ゲームには影響しないんだけど、でもやっぱりナルト使いたいから、それが欲しいと、そう、ビットコインの方がいいと思ったんですよね、僕は。でもまあ子供だしね、まだ。いや、すごいですね、そうなると。そう。そういう、だからやっぱ時代は来てるんだよな、来てる。フォートナイトやっぱすごいですね。フォートナイトすごい。あ、これね、うん、別の話ですよ。しかも、フォートナイトって今、そういう風に開発できるような、うん、要はそこで、だからクリプト関係ないんだけど、もうエコシステム完全出来上がってるので、うんうんうん。うん。これはこれでまた、一個注目かなと思ってます。だからそういうゲームがやっぱある中で、クリプトゲームどう戦っていくのかっていうのもまた一個のテーマかもしれない。うん、うん。うん。なるほどね。これもいいっすね。なんかもう今日はちょっと、体調界になってるかもしれない、早期さん。はい。ということで、まあ、とはいえね、ゲームの発表もいろいろ続きますからね、これからね、大型ゲーム。そうですね。はい。もうこういう見解も出ながら、で、セガさんもいろいろやってたしね、本当に。やってるしね、今もっていうのがあるんで。そうですよね。なんか、英語の記事みたいに撤退っていうのは確かに大げさな気がするけど。そう。まあ、ちょっと慎重になってますっていう。っていうニュアンスだと思う。だからなんかね、うん、ちょっと別の話だけど、この英語版と日本語版の温度差の差に、僕はちょっと、うん、なんかちょっと変な感じがしてる。どんな意図なのみたいな。いや、要は国内は忖度したのかなとか。あ、それあるのかな、わかんない。ブルーラグって結構忖度しないみたいだと思いますけどね。やっぱ編集部が相当もう。そうか。何の言うことも聞かないっていう感じだと思いますよ。もしくはだから逆に海外寄りになんか引きをつけたのかね。もう撤退みたいなぐらい言った方が。うん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 。まあだからこれ、ちょっと報道なんで、すべてに関して分かんないですけどね。こんな風に言ってないって、この副社長は言うかもしれないですよね。そうですね。その1時間の取材の中ではそういう話もしたけど、プレイトゥワンがどうのこうのとか言ったけど、うんうん、正直ここら辺は書き方にもよるとこもあると思うんで。そうですね。うん。うん、とは思いますが、いいですね。はい、こういう話も。はい、ここでエクサススポットスポンサーのご紹介です。このエクサス、ソーシャルマーケティング株式会社のソシャマが各週のスポンサーになっております。ソーシャルマーケティング株式会社では Web3 特化のマーケティングサースツール、ソシャマを提供しています。コミュニティの力を可視化し、トレンドを生み出せる独自の Twitter ハッシュタグキャンペーン機能を中心とし、Web3 企業のコミュニティドリブンなマーケティング活動をサポートするツールです。で、今ですね、スポットスポンサーいただいているこのソシャマさんとのコラボとして、エクサスリスナー限定で1ヶ月の料金を 10% 還元するキャンペーンを実施しています。番組の概要欄のリンクからお問い合わせいただき、お申し込みいただいたお客様限定のキャンペーンになってますので、ぜひ、SNS でですね、ハッシュタグつけたキャンペーンですね。これ以前僕らも一回使わせていただいて、エクサスしようっていうキャンペーンをやったんですけど、そういったキャンペーンご興味ある方は概要欄にあるリンクの方から問い合わせいただくと、ちょっとだけお得なキャンペーンやっておりますので、よろしければチェックしていただければと思います。
はい、ということで今回もお聞きいただきましてありがとうございます。ちょっとこれ編集する前なんですが、今収録2時間10分おじさん撮ってまして、まあちょっと打ち合わせしながらも兼ねてなんで、放送は何分になってるか分かんないですよ。もしかしたら今までで最長の回になってるかもしれないです。ということでエクストラスでは毎月本エピソードとして水曜日に最新のクリプトのマーケット情報、そしてニュースのヘッドラインのご紹介とニュースの深掘りのコーナーを放送しています。そしてこの通常回のエピソードですね、通常回のエピソードでは DYDX さんのサポートで無料のポープをですねリスナーの皆様に配布しております。この放送後にですね DYDX ジャパンコミュニティのツイッターがつぶやく専用フォームがあります。そちらでエピソード19のポープ申請フォームというのがツイートされますので、そちらにDiscord ID とイーサーアドレス、そしてこれから大木さんが言うですね秘密の言葉をですね記入いただくと、どなたでも無料でポープを配布いたします。それでは大木さん、今回の秘密の言葉どうしましょうか。はい、今回はジュノでお願いします。はい、今日のニュースでもちょっと話題になりましたし、ちょっとだけ触れましたけど、うん、深掘りしたいなって言ったらジュノ、はい、JUNO でいいですかね。そうですね、 JUNO、 英語で JUNO と書いてですね、はい、ぜひともポープの方お申し込みいただければと思います。そしてこの番組では皆さんのリクエストだったり感想を募集しております。ぜひツイッターでエクソダスしようとハッシュタグをつけて、エクソダスカタカナ、しようはひらがなです。このハッシュタグをつけて感想やリクエストなどツイートいただければと思いますし、もしくは僕と大木さんの方 DM 開放してますので、 DM の方ツイッターで直接いただいても構いません。ぜひとも皆さんの感想とかご意見いただけると嬉しいです。それではこの番組は DYDX ファウンデーションの提供でお届けしました。またエクソダスでお会いしましょう。さよなら。さよなら。この番組は一般的な情報提供のみを目的として配信しているものであり、いかなる暗号資産、有価証券等の取得を勧誘するものではありません。また、出演者による投資助言を目的としたものではありません。暗号資産投資にはリスクが伴います。投資を行う際はリスクを了承の上、ご自身の判断で行っていただくようお願い申し上げます。